はい、冷却とトラブル改善プロの杉山です。こんにちは。はい、今日はですね、腐食に関する話をしたいと思います。腐食っていうのはですね、金属が錆びるとかですね、金属が溶けるとかですね、そういったことを含めて、腐食と言います。で、冷却水系統でですね、腐食で結構お困りの方多いんじゃないかなと。で、新規の設備の時はですね、設備もまだ新しくていいんですけど、5年とか10年経ってくるとですね、だんだんこう、配管の中とか、例えば設備の水冷のジャケットの中とかが腐食をして、こうボロボロになってくると、こういうことがですね、起こるのかなと。で、腐食が起きるとですね、例えばそのサビが流れてきてストレーナーが詰まる。で、冷却水が流れなくなる。で、結局設備トラブルが起きるとか、水冷のジャケットが破れて、水漏れが起きるとかですね、こういったことにつながって、要は設備の老朽化につながると。で、せっかくですね、減価償却終わってこれからその設備で稼いでいこうという時にですね、もう腐食で、ダメになる。こういったパターンがですね、ございます。で、私たちですね、大体この腐食っていうのは冷却水を見るとですね、こう水を見ると、この水はおそらくかなり腐食をしてるなっていうですね、判断基準が実はあります。で、水を見るって言っても水はこう透明なんで、見ても見た目ではわからないんですけど、分析してですね、数値を見るとですね、この水は腐食をしてるな、やばいなというようなところがですね、ございます。それがですね、分析書、水の分析書を見てもらうと、冷却水をこう、水処理薬剤使われているお客様で、分析書が手元にあったらですね、ちょっと見てもらいたいんですけど、そこにですね、塩化物イオン、それとか硝酸とかですね、硫酸イオン、こういった項目がございます。で、ここの数値がですね、こう異常に高い場合にですね、これは腐食が起きるような水質だなというふうにですね、私たち判断しています。通常ですね、冷却水の水質の管理基準というのがございまして、水の中に含まれる塩化物、硫酸、そして硝酸、こういったものが基準を超えると腐食をしますよという、こう一つのですね、判断基準がありまして、そこをですね、下回っているかっていうのが一つのですね、ポイントになります。で、そこをたまにですね、全くこう水質管理されてないっていうところにお伺いして、水質をこう調査するとですね、塩化物、これ塩化物というのは塩の元となる物質なんですけど、これが異常な数値を示しているということがですね、ございます。で、設備が腐食をしている、その原因はですね、そういった塩化物とか硝酸、硫酸、こういったものの水に含まれる値がですね、異常に多い場合に起こります。要はですね、冷却水がですね、塩水みたいな状態になっていると思っていただいてもですね、結構です。こういった塩濃いような冷却水は非常に腐食がしやすくなりますので、注意が必要になります。で、冷却水全体、水が触れているところ全部でですね、腐食が起きますので、設備更新となるとですね、大きな設備になればなるほど、多大な損失がにつながりますので、非常にですね、水の管理というのは実は重要なことになります。はい、本日はですね、腐食についてお話をですね、させていただきました。私どもはですね、ちょっとそうやってお水を見せてもらうとですね、大体今お使いの水でこのようなトラブルが起こっているんじゃないかっていうですね、こう推測をすることができます。なので、今設備トラブルで非常にその生産効率が悪いとかですね、設備の更新頻度が早いとかですね、そういうことでお困りの方は一度ですね、ご相談いただければと思います。はい、本日は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。